どうもこんにちは、特化軍です。本日はバッケがたくさん取れましたので、小野寺家の食べ方、バッケおにぎりにしよう。こんな季節になってまいりました、バッケね。えもうこんな時期、そう、全国の家庭でバッケ味噌作る時期になりましたね。そう、このね、この季節になるとこのバッケね、天ぷら屋さんとかでさ、ね、和食の天ぷら屋さんとかでやってるこのバッケ、独特のこの苦味と、そしてこの春を訪れる風味ね、体にもいいっていうことでね、あとこれ土手で取り放題。それでは材料こちらになっております。どうぞ。これだ、ドドン。油、何でもいいです。酒あれば、で、あとは味噌、どう、砂糖、みりんあればみりんとか、蜂蜜とかね、こだわる家庭はあると思うんですけど、うちにはね、みりんもそんなあれかな。これがあればね、一年中食べれるようなね、保存食にもなるしね。うん、よし、やっていこう。はい、まずはこのフキノトウね、ここのお尻の部分ですね、あと周りのちょっと古くなってる部分を剥がして、で、このお尻の部分切ります。これはね、切っていきます。これでね、全国に米が止まらない、そしてちょっとしたつまみにもなる味噌が出来上がるわけだ。よし、行こう。じゃあここのケツの部分をね、こう切っていくという感じで。じゃあちょっと衛生面のために今日はね、用意しましたけれども、さあ、よし、じゃあ切っていきます。あ、ちょ、まな板どっちだっけ。こっちで使うわ。こっちか、うちのまな板。よしとね、ちょっとこうお尻のあたりを切っていくね、こうお尻のあたりをこう切っていくと、こう、これね、田舎料理なので、こう絶対こうしろとかそういう感じじゃないです。もうざっくりざっくりと、で、さっきの調味料も配合もね、さじ加減になります。こうやって、まずはね、こういった、よし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 、あ、いい香りしてきた。もうね、なんか青い香り。これは結構ね、子供の頃はね、苦手なんだけど、やっぱ苦いので、大人になるとね、お父さんお母さんが食べてたっていうのもわかるよね。よいしょ。で、こんな感じで、そしたらこちらのちょっと開いてね、こう、洗ってんですけど、汚れがないかなみたいな感じで、そしたらこれをだいたい小さく切っていきます。まあ縦でも横でも砕ける感じで、こうやって、よいしょね、こうやってこう縦でも横でもいいんですけど、まあ、切りやすいのは縦かなね。縦にまあだいたい4つぐらい、まああとさいの目に切るっていう人もいるね。こうさいの目に切ってもいいと思う。そうしましたらフキノトウを炒めていきます。で、ここに油、これね、サラダ油何でもいいです。はい、油をね、適量、ちょっと多くてもいいんだな。油味噌とうちでは呼んだりもするしな、こういうので。ここ、今日はウッドストーブを用意してみたぜ。まあちょっと雨だしね、こういうのもたまには使ってみよう。いいね、すんごいこう熱効率がいいんだね。下から空気がね、こうガッときて、で、ここにほいと、したらここにフキノトウを入れます。先に入れてもいいよね、アウトドアでは。ぶっちゃけちょっと一旦こっち置こうかね、撮影のためとも思ったんだけど。で、ここに入れますとね。そしたらこれね、フキノトウとね、バッケと油ってよく合うんですよね。あ、これ先に下茹で30秒1分ほど下茹でする人もいます、人によっては。で、このまま直で炒める人もいます。下茹でして、さいの目に切って炒める。まあ、どっちにしろ炒めます。よっしゃ、もうこれ話変わってきたけど、まあいい、まあいいでしょう。で、こうやって炒めると、油で、もうちょっと油あってもいいね、これね。よいしょ、いい香りでござる。
うちのばあちゃんとかお母さんがねこれよく作ってますけどね、いいですね。ちょっと大ぶりには切りましたが、まあまあまあ全然いい。フキノトウ結構見てもね、道端に生えててもただただ通り過ぎる方多いと思うんですけどね、これもうガチガチ全部食えるからすごくいいと思うんだよね。天ぷら屋さんとかだとね、こう一個アクセントあっていいよね。春の天ぷら一つは入ってきますよね。苦味がたまらんのよね。大人になると良さがわかるよね。でこれやや炒めます。うまそうだぜ。この食べログ 4.6 のバッケ味噌専門店の小野寺が秘伝の作り方を教えているよ。予約待ち46年先まで埋まっている。ほな、あーいいね。おいい。ちょっと途中をお見せします。こんな感じでね、脂っこくてですね、この苦味とともにこの脂っこさ、独特のこの爽やかな香りが素晴らしい。ほぼね形ないぐらいうちはね潰すな。味噌と馴染むようにしたいね。よし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 、こんな感じで良きかな。そしたら合わせ調味料を作ります。これね田舎なんでもうあるあるの合わせ調味料ですよ。味噌を甘くする、バッケ味噌なんでもうしょっぱすぎても OK、 もうそれはそれでおかずなので。よいしょ、調理酒適量、まあ溶かすっていう役目だね。旨味度ちょっと甘みをね与えるような砂糖、これもある程度、あとこれ結構多め、後でまた調整します。まずこれでいこうか。もうちょっと見せるかな、もうちょいいこう。よいしょ。正直もう家庭によってちょっと変わるんですけど、これがベースで、ここにちょっと鰹節入れる人もいるし、ごま入れる人もいる。うん、あとちょっと唐辛子っていうかちょっと一味入れてもいい。そしたら行きましょう。ここにねこうてんてんてんと、ちょっと火強いけどまあちょっと離した感じで中火ぐらいかね、弱火か。これでだな。でちょっと煮詰めます。いいぞ。わあ、割烹や、割烹の匂いがする。ここはもう田舎ではねえ、青山一丁目や。和食屋あんのかな。銀座割烹の匂いがする。あとはねこうね煮詰めるだけです。いい感じ、うん、この緑とさ茶色が入っているとなんかこう偽装のねこのカラーに、そうこれはバッケ味噌カラーと言っても過言ではない。この自衛隊のねこの外皮も、そうか、これ動乱なんだな。よっしゃ、もうそろそろいいでしょう。出来上がりました。バッケ味噌、いい匂い、すんごい。これね田楽とかに塗りたい、こんな爽やかな匂いと味噌の甘い香りがします。さあこれをね今日はねどうやって食うかというと、小野寺家的なねおにぎりにしよう。その名も畳飯。これはねうちのおばあちゃんがよく作っていたおにぎりなんですが、それでは小野寺家おにぎり作っていこう。使うのは1枚のでっけえ四角海苔、米、これです。でこの1枚をこうよいしょとこうマス角で置きます。こうマス角に置いたら、これご飯今日持ってきたんですけど、ドガンとこう真ん中にこう置く。で真ん中に置いたら平たく平たく
長方形に置く。こうちょっと米長方形、こう、ここにバッケ味噌だ。普通の味噌の日もあれば、こういうバッケ味噌がある時はバッケ味噌だったり。いいね、このちょっとこう緑が残っているこの味噌の感じ。これをこうこうですね、こうですね、よいしょと、こうやって長方形にやります。そしたらこれを小野寺家的には、そう、小野寺家的に畳飯、おりゃってこう、おりゃってやってですね、こうしてちょっと米多かったけどねこれさすがに米ちょっと多かったけど、できた。そう、これが小野寺家のただみ飯、バッケ味噌味。これね、うちのおばあちゃんがこれいつもね、こうなんですよ。うちのお母さんもこうなんだけど、長方形なんだけど、お腹いっぱいになるぐらいの、こう近所にこうやって渡すんだよね。賄賂みたいな長財布ね。これちょっとしたね、あの逆に神楽坂、銀座、六本木あたりだったら、これこうやって歩いてでも全然、今のこう若い人たちに逆に早いんじゃないですかね。この間にお金挟んでもいいしね、小銭とかいっぱい、こんな感じになっております。で、こう湿気でね、こうビタッとね、こうどんどんね、こう閉じていくんだよね、ここが完全にこうビタッとなる。飯、バッケ味噌、いただきたいと思います。それでは最後にいただきます。じゃあいただきます。目分量で作ったけどめっちゃうまい。うん、これのいいところはね、全然味噌多くてしょっぱめだったとしてもうまいし、バッケ多すぎてもうまい、砂糖入れすぎて甘すぎてもうまい。この味のね、許容範囲は広いです。しかしながら今日のこの出来素晴らしい。この食べるとこのバッケの青いね、この爽やかな苦味のある香りと味噌のしょっぱさ、甘さで、油のねコクがあるんだよね。このまろやかさがさあってさ、この米にめっちゃ合うんだよ、余韻も長くて。うん、うまい。あとこの海苔、海苔とね相性めっちゃいいから、もうなんならこのバッケ味噌ね、田舎ではね海苔入れないけど、先に海苔入れてもいいんじゃないかな、保存さえ持つなら。いや、やっぱり後でやっぺね。ネギも合う、ネギ入れでもいい、このバッケ味噌に。あ、うまい。これコンビニのおにぎりで出した方がいいと思うんですよね、あんだけどでにあんなら。これ俺やりますよ、好きなだけ取ってね、バッケ味噌を量産するんで、全国のコンビニのおにぎりに入ってていいと思うんですよ。ほんとうまいですからね、これ。バッケ食べれない方もね、なんだろう、ちょっと苦味のあるね、なんだろうね、ネギ味噌、油味噌、甘味噌ネギに近いようなね味になるな。うん、米も進むんだな、これ。うん、あとこの味噌は、あの焼き魚の上にちょんと乗せてる和食店もありますし、いろんな和食、豆腐の上にちょんと乗せてもいい、この味噌は何にでもね合うね。マニアックなんですが、イニシエのからのロングセラーを感じさせる味でございます。めちゃくちゃうまい。うん、跳ねたの海苔もうまいね海苔うまい、すげえ文字厚くてうまいです。あ、そうだ、つまりうちのおばあちゃんお母さんたちはおにぎらず、クッキングパパから流行ったのかもしれない、あのおにぎらずのパイオニア的存在だったのかもしれない。ぜひ皆さんこんな感じで、ふきのとう味噌、もう好きな手が入ってますから、取っていいところだったら取ってね、超簡単なんで作ってみてはいかがでしょうか、体にもいいしね。ということで、小野寺家のおにぎりを作ってみようのコーナーでございました。ありがとうございました。本日はこれまで。それではまた。